新百合ガ岡駅に到着した、快速ミューザニ産サンディーゼルスペースアロー快速ミューザは、川崎市交通局が運行していた、臨時快速バス。川崎駅西口再開発に伴い建設された、ミューザ川崎に、コンサートホール、ミューザ川崎シンフォニーホールが開業したことに伴い、2004年から、不定期運行していた。同ホールでのコンサート開催日に、終演後の夜間時間帯に、 観客の帰宅アクセスを担うため、川崎駅西口から宮前平駅を経由し、新百合ヶ丘駅へ片道運行されていた。現在は運行されていない。2004年7月に路線が新設され、同年8月20日に初運行した。2004年度は9月4日、10月30日、11月25日、12月24日、1月14日に運行された。臨時便であり。 毎日運行ではない。快速ミューザ運行開始にあたり、それまで、川崎市バスの免許がなかった、知って駅前末吉橋南風交番前、北風、木月天皇森、田園調布学園大学前比区日光の3区間において、川崎市バスが新規に路線免許を取得した。このうち尻で駅前末吉橋間は、横浜市鶴見区を経由する。 川崎市の南側を横断する幹線道路である知って黒川道路を走破し、運行距離は 22.8km で臨時便ではあるが、川崎市バス最長であった。運行開始当初は、川崎駅西口周辺の路線を担当する上平間営業所が担当していたが、翌2005年秋頃に、わしが峰営業所へ移管された。夜間のみの運行の上、 片道運行で袋が回送となり、上平間営業所の担当では、深夜時間帯の新百合ヶ丘駅からの回送距離が長く、営業所への帰港時間が遅くなるため、経費節減と担当運転士の負担軽減を図る理由で、新百合ヶ丘駅に近いわしが峰営業所へ移管したものと思われる。運行開始時は、停車するバス停留所は、野川、宮前来木、清水台、 冷え原、新しゆりき駅前のみであった。2006年6月12日の運行から、停車停留所を変更。宮前大来駅、新しゆりき駅前間では、経路上のすべての停留所に停車するようになった。2011年3月11日に発生した東日本大震災により、ミューザ川崎シンフォニーホールが甚大な被害を受けたため、 2013年3月31日まで長期運休となった。川崎駅西口新百合り駅前の片道運行で川崎市の南側を縦断する知って黒川道路を走行する。川崎駅西口宮前代来機関は快速運転で野川以外の停留所には停車しない。乗車停留所は川崎駅西口のみで その他の停留所からは乗車できず、各停留所ではその旨の告知がなされていた。停車する全停留所を記載日のセレガ横浜市営バスからの中古導入者アクアライン高速バス時代の写真。高速バス撤退後に快速ミューザへ転用された。貸切仕様の日産ディーゼルスペースアローが使用されていたが2009年3月をもって除籍された。 横浜市交通局から購入した日のセレガも使用されていたが2006年に除籍されている。これらの車両は川崎市バスが東京湾アクアラインの高速バス路線向けに導入したもので2004年3月にアクアライン高速バスから撤退した後は快速ミューザ及び貸切バスとして使用されていた。スペースアローの除籍により観光系の貸切車は 全廃となったため、以降の運行は、一般路線用の川崎のルーフィンラッピングバスで運行されることとなった。ありがとうございます。